さあ来たよ200。ジュゲムは軽量級なのかい？多分軽量級だと思う。へえ。私静江さんもうね買えない、もう買えない。私静江で行くわ。静江さんへの愛が満ち溢れてね、うん、やったことないけどなゲームはちょっとねちょいワルを見せるよ、ワリオで。これはおなじみのコースもやっぱ出てくるんだね。おなじみのコース、昔ながらの。ああ確かになんか結構ねぐちゃぐちゃになって出てくる気がする。そうだよね、なんかさっきもさ走ったことあるコースと走ったことないコースが出てくる。そうそう、これがすごいよね。きっとここはやばいよ。これはあれですか、ゲームキューブみたいな8周するんですか？7周 ?7 周か8周。あれゲームキューブもっと走ったっけ？ 11 周ぐらいすんだっけ？忘れちゃったな。さあもうすでにさタイヤがさ横になってんだよねこれ。そうだ、ぶつかり合う覚悟はできてるかみたいな。さあ200です。ここはもうやばいっすよ、もうね格闘技ですから。ほらアイデア取れないし、ほらブーレン。もうこんなんさアイテムガンガン使ったもん勝ちじゃない？場所にそれはあるよね。でも誰が1位で誰が2位とか分かんねえで、もう誰が1位なんだろうね本当に。早すぎてさもう1位が見えないだ、ね、もう見えない。あ、俺だ俺が1位だ。すごいな静江さん。なんだろうね、でもこのコースさ曲がりやすいね。あれ俺だっけ？あ、まさかマシンのあ、これだ。誰だよ誰だ。ちょっと待って、こらうわもうラストじゃん。1位は誰なんで僕です。3位です。うわマジかよ。そう静江やっぱ 200cc だな。もうずっとこのコースでよくない？ずっと今のコース。あ、そうおうそうか。いやーさあなんだこれは。チーズランあったっけこんなの。あ、すごいワンワンのさ光沢がすごいよ反射してるよ。ツヤだね。光沢じゃねえな光沢じゃねえな。選び方がすげえな、言葉のね。ほらなんでそれとすぐ抜けんの？うまい。見た今の？見てない編集してスローモーションでもう一回見せるからこんな感じですよこんなんですよ。スローモーションで見せるからな静江さんが「ノー」って完全にやばい。ああやべえ、そんなことやったら落ちちゃったし。ダメだ、早すぎて曲がりきれない。こんなコースあったっけな。ひどいね。多分あれなんだろうね、さっきのさコースは比較的走りやすいコースなんだろうね。まあ言うてもあれだもんね、くるくる回ってるだけだから、ね、そう何もさ障害物がないじゃん。多分このコースもあれなんだろうね、200用に作られてるんだろうね。でもなんかそこまで曲がりにくさはないような気がするよ、従来のコースに作られればね。まあ多分任天堂の森内さんがコースは 200cc として上がりやすいように作ってね。わかりました、大きめに作ります。じゃないと子供が泣いちゃうから。いやーもうすでに俺は泣きそうなんですよ。あれでも俺より後ろの人がいる。うん、いっぱいいるだろ。大丈夫だ。こういうことも勇気をもらった。5にしてやる。よし、5号にしてやる。5号か。それはちょっと勘弁だ。おららららら。おららららら。おらららら。おら、おら、うわ、へっ、へっ、とわ、た。ごぼうの味噌汁が飲みたいなって。ああ、美味しいよね。ごぼう味噌汁。うん、また斬新だね。しずえさんが言ってた。ごぼうの味噌汁美味しいね。レース中に。ごぼうの下に。ネイチャーロード、これはなんだね。これはなんだろうね。自然の道。どっちかっていうとなんかもうオリジナルだね。ゼノブレードの最果て村に近い気がするけどね。はあ。と言われてもね、やったことがない人間にはさっぱりなんですが。そこの BGM がそれでいいですよ。あ、ここ？いや、ここ。ああ、そのゲームのね。そこはそうなんです。もうこれ何？いや、もうすでにクルリンはついてるんだね。もうマシーンに。そうだね。こういう設定なんだね。押したし。なんでニンテンドーはブロックを起こそうとしたんだね。200cc として落ちやすいように作ってね。大事だな。もうちょっと壁をさ、たくさんやったほうがいいってこと。子供には優しいってこと。子供とか、初めてやる人とかね。これなんだ？おお、はいはい、おお、大変だね。おお、ジュイカ、まずの出だし。どこに向かうの？しずえさんはどこへ向かおうとしているのか。あさっての方向さ。ああ、あれ出ないよ、ブンブン。うわ、ショートカット使えない。ショートカットがあんのか。トゥー穴開いちゃダメだな。ここがいつも曲がりきれなかったんだけど、曲がりきれるようになった。これが成長だね。ほら、成長してるよ。よし、このわずかな間でも成長してるよ。俺は母ちゃん。いや、あれねえ、しずえにだけは抜かれたくなかったぜ。何だけはってもうダメだ。すぐ下にいるぜ。もうダメだ。200cc 難しい。そうだね、難しいわ、やっぱり。でもしょうがないよ、しずえに抜かれるのも仕方ないと思うよ。だって強いもん。いや、しずえだけは抜かれたくないよね。しずえはすごいぞ、成長してんだぞ。お、来た。これはしずえの森だ。そうだ、これはね、ちょっとね、このコースになるとしずえをスピードアップするっていう規制がね、かかるわけよ。しずえ補正。ぶっちゃけこれ以上スピード上げてほしくないんですけど、しずえだけ 250cc ブーンってなるな。これきっとジャンプできなかった。あら、なんか可愛らしい曲ですな。なんだこれ。あ、あれか、メガホンか。なんかあれするやつ。あれをなんかポインってやるやつ。ちょっと待って、1位が早いんですけど、どういうことなのこれ。なんで敵をこんな速いんだよね。なんだ、ジュゲムって何なんすかね。カメっていいのかな。カメなんじゃない。のこのこの部類に入るのかい。あ、出るからね。あ、でも甲羅もついてるもんね。いよ。いやーそうこれね、なんでこんな曲がりきれんの。そうおかしい。ちょっとなんだあのヒゲ取ってったぞ俺のアイテムは。イエーイ。沈めカーブ、沈めダッシュ、ジャンプ、曲がりきれない。沈めアイテム、ジャンプ、カーブ、ダッシュ、沈めゴール。くそー、あれなぜだ、あれなぜなんだ。危ねえ、沈みだけは抜かれてくなかったぜ。あれ、あ、おしまい。はい、お疲れ様でした。あら早いね、やっぱりあっという間に終わっちゃいますね。やっぱね 200cc は疲れるね。めっちゃ疲れるわ。なんかすごい、なんかねめっちゃねガチャガチャする。そうガチャガチャする、わちゃわちゃするよね。言葉が幼稚。今回はハイライト俺多いんじゃね。ほらほら来た。いいハイライト。沈江さん、何豪快に押してるんですか。なんであれをハイライトに入れたの。沈江さんなんかカイトチャラくないですか。大丈夫ですか。チャラいっすよ。大丈夫ですか。お、ああ、3367。まあまあまあ。まあ順調に落ちてってる。落ちてるな。落ちてるな。